見つけたぞ。なんで知らない人がオラのサンドイッチを持っているんだと。なんで知らない大人がオラの中学校の中でこそこそ動き回っているんだと。ひょっとして私に話しかけているのかね、坊や。何を言っているのかわからないな。これは私のサンドイッチだよ。さっきサンジェルメンで買ったんだ。いや、その袋はおらんのだど。おらにはわかる理由があるんだど。あんたにはわからない理由だけど。取り上げろ、ハーベスター。なんだ、一体これは。袋が引っ張られる。オラのサンドイッチが、これは、本物の人間の手か。なんということだ、見てしまったか。そして小僧、貴様も私と同じ能力を持っているのか。見えるのかどう、ハーベストが。お前、この手は何だどう。なぜ手だけ袋に入れて持ち歩いてるんだどう。君一人かね。さっきの友達二人、ジョースケと奥安とか言ったかね。君と同じような能力を持っているのかね。お前動くんじゃねえぞ。少しでも動いたら攻撃するぞ。お前異常に不気味なやつだと。それ以上オラに近づくんじゃないと。得体の知れない汚らわしい気分がすると。動くなど、そこ動くなど。私の名はキライ・ヨシカゲ、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀湯チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。な、何を話しているんだぞお前。私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢であり、それが自分の幸福だということを知っている。もっとも、戦ったとしても私は誰にも負けんがね。つまりシゲチー君、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり、敵というわけさ。これが!?キラークイーンと私はこいつを名付けて呼んでいる。君を始末させてもらう。今夜もぐっすり眠れるようにね。動くなと警告したはずだぞ。ハーベストをなめんなぞ。死亡。こんなにいたのか。しかも 3,4 体潰したところでダメージがないぞ。それ以上動くと首のなんとかという血管を切断するぞ。そうだ、頸動脈とかいう動脈だった。ぶち切るぞ。オラのハーベストは無敵なんだぞ。そしてお前のスタンド、どうやらパワーはあるが遠くまで行けないタイプのスタンドと見たぞ。射程距離は 1-2 メートルぐらいだなど。死にたいのなら試しに動いてみるがいいぞ。シシ。なるほど、個人によっていろんなタイプの能力があるということか。スタンド、スタンドね。ところで、私のキラークイーンにもちょっとした特殊な能力があってね。何か持ってるな、取り上げろ。
なんだ、ただの100円玉だぞ。何する気だこれで。いや、私のキラークイーンの特殊能力を教えようと思ってね。どうせ君はすでに始末されてしまっているのだからね。ん？キラークイーンの特殊能力、それは触れたものはどんなものでも爆弾に変えることができる。何であろうと、たとえ100円玉だろうと。100円玉を捨てろとアーベスト！これで今夜もくつろいで熟睡できるな。